今日ね最後の素材になります。こちらご覧くださいでこれもねあの中高パ,パンフレット共通ページになっているんですけれどもまあ日大一らしい裏話と称しましてあの昨年度2023年度にですね私どもで取材をさせていただいた先生と生徒さんそれから先生同士とね仲がいいっていうねエピソードの本当にごく一部になっています。 これ、それぞれね、あの、YouTube の方にもすべて、あの、上がっていますので、もし、あの、ご興味持っていただけたら、まあ、私としては、ね、本当になんかね、一中一口らしいエピソードだなと思っているので、あの、ご覧いただければと思っているんですが、えっと、これのですね、まあ、この手の、こう、なんていうのかな、距離の近さっていうことで、あの、なんかね、私も、こう、あまり経験がなかったんですけども、同じ日、丸一日、朝から夕方まで、あの、こう、取材をしていて、なんか、同じ系統のね、あの、内容が、 あの、いかにもうちらしいっていう感じのがね、あの、朝、お昼、夕方と撮れたので、ちょっとそれをね、最後、えっと、4枚写真ご覧いただいて、今日はね、終えたいと思います。はい。でこちらがですね、4月下旬とある日の朝になります。これは、おそらく中学3年生の生徒さんと、えっと、先生かな。 かね。あの、私ども、あの、自習スペースの一つとして、あの、職員室の前にこうやってね、もう、ちょっとこう、長めの机と椅子が置いてあって、で、生徒さんたちそこでね、あの、お勉強して、で、わからなかったら、こうせん、あの、ね、普段習ってる先生にを、あの、職員室から呼んで教えてもらうっていうことができる学校なんですね。で、これがね、確か朝のね、7時45分とかぐらいですかね、の様子になります。 こちらがですね、同じ日のお昼休み、えー、高校3年生と、えっと、このね、お二方の生徒さんの、えっと、古典かな古典の授業を持たれている先生になります。 ね。あの、やっぱり、ね、このね、様子もよく見ることがありまして、あの、お昼休み、これはね、12時50分過ぎだったかな。ね、あの、細かく、あの、古文の文法ですとかね、その作品の内容なんかを習いに来てるっていうことで、あの、先生もね、すごく熱心にいつも教えてらっしゃるなっていうね、思います。私がね、尊敬する大先輩の一人です。 で、次がですね、こちらがの放課後になります。で、こちらは高校3年生の、えっと、生徒さんと、えっと、数学担当の先生かな。まあ、本当にね、あのー、今日はちょっとお話ね、詳しいのはなかったんですけれども、あの、高3の9月がね、あの、日本大学付属推薦最後の、まあ、大きな試験になりますので、まあ、それに向けて、もう準備を本格化させている生徒さんがほとんどなので、まあ、その一部というところでね、あの、数学の質問に来てくれていると様子になっています。